はい、こんにちは、タックでございます。今回はですね、ワイヤレスマイクを紹介したいと思います。最近ね、ワイヤレスマイクもいろんなメーカーさんから発売してまして、まあその音質もですね、ここ数年かなり良くなってることと思います。まあ全部は試してないんですけどもね、まあいろんな方の、動画とかを見るとですね、まあそう感じるんですけども、今回紹介するのはですね、前に、MERS400S というね、映像を無線で飛ばすシステム、これを紹介したんですけども、そのメーカー、ホーリーランドさんからですね、今回ご提供いただきました。こちら世界最小のワイヤレスマイクシステム、LARC150 という商品です。とりあえず早速ですね、このマイクで収録した音を聞いていただきたいと思います。でその後からですね、まあ中身の方を紹介したいなと思うんですけども、まあなのでね、今回は、届くというのをね、事前に分かってたんで、こういうね、ピンマイクの方も買っておきました。じゃあまず、こちらの音声ですね。こちらの音声は、ゼンハイザーの MKE600 という有線マイクで収録した音声です。こちらのマイクは、ゼンハイザーの MKE600 というマイクで収録した音声です。まあ、いつもですね、このマイクで収録してるんで、とてもね、聞き慣れた音だと思います。はい、こんにちは、タックです。この音声は、α6400 の内蔵マイクで収録した音声です。まあ、内蔵マイクなんでね、こんな感じ、ね、結構レベルもね、低いんじゃないかな。で、このね、僕の声を通るっていうよりも、この空間の音をね、拾ってる感じだと思います。はい、こちらの音声、α6400 の内蔵マイクで収録した音声です。え？買う必要なかったんだ。ですね、まあ僕もよく見てなかったのが悪いんですけども、今回こちらね、送っていただいた、LARC150。まあ見ての通りな感じなんですけども、いや、ピンマイクとかはね、さすがに別売りだろうと思ってたら、入ってました。いや、買っちゃってたんだよな。まあせっかくなんでね、これも使います。はい、こんにちは、タックです。この音声は、ホーリーランドの LARC150 で収録した音声です。今はですね、モノラルモードで撮影しております。はい、こちらの音声、ホーリーランドの LARC150 で収録した音声です。さあ、いかがなんでしょうか？ちょっと楽しみですね。はい、こんにちは、タックです。この音声は、ホーリーランドの LARC150、ステレオモードで収録した音声です。はい、いかがでしょうか。とても綺麗なね、ステレオになってるんではないかと思います。ちょっと近づきすぎかな。はい、こちらの音声、ホーリーランドの LARC150 ステレオモードで収録した音声です。ちなみにですね、ゲインのレベルは11にしております。実はですね、14でやったらですね、結構音を拾ってね、音が割れてたんで、今回11に絞って撮影してみました。はい、それではですね、中身、同梱物の方をね、紹介していきたいと思います。まずはこちら、マイクとトランスミッターの本体ですね。これはまだ後で紹介します。とりあえず置いておきます。で、次は、はい、こちら、説明書とね、なんかアフターセルカードというものが入ってきました。アフターセルカードちょっとわかんないんですけども、説明書はね、すべて英語でした。はい。で、続いて、まあ、持ち運び用のね、ケースでございます。こういう巾着袋が一つ。で、この袋の中にですね、まずは、モフモフ、ウィンドウジャマーですね。これが2つ。そして、USB ケーブル。これね、タイプ A からタイプ C のタイプになっております。そして、
このトランスミッターとカメラをつなぐためのケーブル、 3.5mm のケーブルですね。はい、これはね、三極同士のケーブルと、はい、三極四極のケーブルが入っておりました。そしてね、まさかここまでちゃんと入ってると思わなかったな。ピンマイク買っちゃいましたけども、このピンマイクもですね、ちゃんと2つついてきました。さらにこのね、この前の頭のスポンジのところ、これの替え物入ってるんですよ。まあ親切、至れり尽くせりですね。なので同梱物はちょっと未決定けどね、こんなにたくさん入っております。それではね、こちら本体の方詳しく見ていきたいと思います。はい、オープン。かっこいいですね。で、まず、まあ、特徴なんですけどもね、まあ、最初に言いました世界最小、軽さはどうなんだろうな。これ片方のマイクがですね、すごい軽い 20.5g だそうです。ちなみに満充電で 4.5 時間使えるそうです。で、お見せした通りマイクがね2つ入っております。なので、対談形式の動画とかあるじゃないですか。そんな時はほんと便利。1つのマイクで1つの受信機じゃないんですよ。2つのマイクで1個の受信機ね、これかなりね便利だと思うんですよ。それではちょっとねマイクを見ていきますけども、まずねペアリングなんですが、はい、これ全部ケースから出すと見ててください。はい、ペアリング完了です。はい、このようにねケースから出すだけでペアリングしてくれると、いちいちねあのボタン長押してペアリングする必要はありません。さあ、それではどうしようかな、マイクの方を詳しく見ていきます。まずはこちら、ここがマイクですね。で、この上の方には、ピンマイクを挿すところがついております。で、横の方に行くとね、こちら電源ボタン兼ミュートボタンがついております。長押しで電源のオンオフ、そしてポンと1回押すとミュートという感じですね。で、ここ後ろはねこういうクリップ式になっております。で、さっきのねウィンドウ邪魔なんですけども、ここが飛び出てるんですよ。これをピンマイクのところに差し込むだけです。はい、こんな感じ。まあ、若干サイズはね大きくなっちゃうかもしれないんですけども、それでもね風の音がね軽減されるんであれば全然これぐらいいいと思います。で、遅延の方ですけども、遅延がね5ミリセカンドで受信できる距離、要するにですねマイクとこのトランスミッター、これの受信できる距離なんですけども、これがね100メートルだそうです。100メートル離れることってあるのかな。はい、十分ですね。次、受信機トランスミッターなんですけども、まずはどうしようかな、この左右のミュートって書いてるボタン、ボタン兼ダイヤルですね。まずミュートボタン、このボタン左右両方ともですね同じ機能なんですけども、長押しすると、はい、モード切り替えになります。今、ステレオから ST6dB。で、もう一回長押しすると、はい、ステレオモードと。いうふうにね、長押しで、モード切り替えが可能です。で、モードなんですけども、まずこちら、ステレオモードですね。こちらは、まあ、聞いていただいた通りですね、マイクそれぞれが、左側、右側のマイクになりまして、ステレオで、収録してくれると。で、長押しすると、はい、モノラルモードです。こちらもね、先ほど言ったように対談形式の時に便利ですね。2つのマイクで、1つのトランスミッターでね、収録できるといった感じです。で、もう1個、ST-6dB というふうに書いておりますけども、これはですね、片方の方、まあ、ステレオではないんですけども、左側かな、左側には通常のゲインで収録されます。で、右側は、入ってきたゲインをマイナス6デシベル、要するに、まあ音割れ防止ですね。で、それで、左側に録音されるといった感じのモードです。うん、これ結構一人の時はね使いやすいんじゃないかな。はい、そしてですね、こちらの
ミュートボタン、ボタンがこれダイヤルになっております。これで原因の調整をします。この操作感ね、僕結構好きなんですよ。なんかアナログ感があっていいですよね。まあステレオの時はね、基本的にバランスは一緒でいいと思うんですけども、例えばこのモノラルモードね、僕の声だけが大きくて相手の声が小さい時はね、この辺で、それぞれね、原因を調整することが可能です。で、あと何かな、あ、これもね、ちゃんとクリップがついております。さらにこの幅、この幅がですね、マイクのアクセサリー種、今ホット種、コールド種、その種にね、ぴったりなので、マイクの上にちゃんとね、つけることができます。で、サイドの方ですけども、こちらラインアウトです。付属のケーブルを使って、カメラのね、マイク入力と接続します。で、その逆側、こちらはですね、まず今電源ボタンついております。で、横の方フォンジャックついてるんですよ。なので、ヘッドホンでちゃんとね、音声が取れてるかどうか、その辺もね、モニターできるということで、便利ですね。はい、ということで、受信機送信機それぞれ詳しく見ていきましたけども、皆さん電源についてお忘れではないでしょうかね。受信機も送信機もね、電源が必要です。まあ普通ならどこかにね、 USB のコネクタがついてて、まあ付属のね、この USB ケーブルで充電すると大思いでしょうが、まあご覧の通り USB コネクタがありません。じゃあどうやって充電するのか、これがね、ラーク150の最大の特徴かな。ワイヤレスイヤホンみたくですね、このケース自体が充電器になっております。なので、はい、しまうだけで充電されます。これ便利すぎじゃないですか。で、本体から取り出すとすぐにペアリングしてくれて、すぐに使える。で、充電器の充電はこちら後ろにね、 USB Type-C のコネクターがついておりますので、付属のケーブルで充電するという感じです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今はですね、ピンマイクをつけて収録しておりますけどもね、いや基本的にね、僕は何も文句はないんですけども、あえて言うんだったらですよ、このトランスミッターの本体の両サイドにもマイクがつけられるようになってたらなと思いました。そしたらですね、まあそのままカメラの上に乗せてね、普通にステレオマイクとして、使えたんですけどもね、そこはちょっと残念というか、そういう仕様であったらもっとこう便利さっていうかね、そういうのがあったかなと思います。まあ、それでもね、まあ、音質、機能、性能、まあ、いろんな不満をね、解消してくれるね、マイクじゃないかなというふうに思いますけども、どうでしょう。はい、ということでですね、今回はホーリーランドさんから出ておりますワイヤレスマイクシステムラーク150を紹介しました。もしこの動画が良かったらですね、高評価、そしてぜひチャンネル登録、さらにですね、通知設定をオンにしていただければ嬉しいです。ということで、また